はい。たった今すべての倉敷会が出発いたしました。先頭の車は間もなくすると戻ってまいりますので、ゴールした際もどうぞ盛大にお迎えいただければと思います。さあ、それではここで会場内で実施するプログラムをご紹介いたしましょう。続きましてオーナーインタビューです。こちらは一般参加のオーナーのインタビューと総合披露を同じくこの場所で12時45分と14時15分の2回実施いたします。
番全長が5950ミリ、全幅が2191ミリ、全高は2219ミリ、ホイールベースが3594ミリということになっております。車両の重量は2470キロで、電池は先ほど、申しましたように A 型と同じ、水冷直列型になります A1 型試作車というものが完成されまして、その後改良を重ねまして1936年4月から製作が開始されました。当時としては非常に、先進的な Продолжение следует...
ジアンの何に復活？ジアンその右から来るやつ。これ、はい、何速？4速。全身4速、更新4速。え、更新4速？エンジン。ヒーター足元についてる。足元についてる。足元はこっちだよね。こうやってんぱ。足元ご案内申し上げます。オーナーインタビューご出演のオーナー様はバルーンの前ステージエリアにお集まりください。打ち合わせを間もなく開始いたします。オーナ来場いただきまして本当にありがとうございます。また並走は弊社をの活今回のこのイベントも行動パレード、それから交通安全イベントで四ツ谷署様、それからこの会場を提供していただきました聖徳記念絵画館様、また104このフェスタは車の文化の継承と発展ということを広く皆様にお伝えしたいということで、今年第6回行動パレードはここのイチョウ並木を通過しまして銀座方面へ、歴史的なトヨタ自動車75周年でございます。1936年に昭和12年ですか、1967年、昭和12年にトヨタ自動車創業してまして、今トヨタ博物館ではその特別企画展トヨタセブンティトヨタ博物館クラシックカーフェスタ in 神宮外苑クラシックカーパレードをスタートいたします。今フラグが振り下ろされました。まずパレードを先導するのはこの車です。ゼッケンナンバー0番1960年式トヨペットクラウン RS21 型、この車は愛知県のトヨタ博物館から運んでまいりました。1958年、さあ続きましてゼッケンナンバー1番1962年式トヨペットクラウン、オーナーは平光しのぶさんです。先ほどのクラウンの最初、さあ続けてゼッケン2番はトヨペットクラウンデラックス1963年式大塚博さんです。さあ続けてゼッケン3番はトヨタクラウン2ドアハードトップ2600スーパーサルーン1972年式西川敦美さんです。4代目クラウンの2ドアハードトップ、通称クジラクラウンと呼ばれていた車の2台、2ドアハードトップの方ですね、 2600cc のエンジンを搭載しています。さあ続きましてゼッケン4番はトヨペットコロナ1500デラックス、そしてゼッケン8番はトヨタカローラレディ1973年式安藤セミさんの車です。先ほどのトルノと兄弟車ということになりますが、一緒に TG が
いらっしゃい。お待たせしました。どうぞ。さあ、続けてはゼッケン13番、トヨタハイエースドラゴン1980年式、大野富久さんの車です。2代目のハイエース、1977年に登場しましたこのハイエースのワンオンタイムということで、ですね。なるほど、この石3台つながってます、このまま。あ、すいません、すいません。あ、ごめんなさい、向こう。先頭です。で、二台目あって、三台目。あ、すいません、すいません、すいません。ちょっとここからちょっと撮影します。こっち。Thank you.
イエス・キリストは私たちを救うために天から来られました。神はキリストに私たちの罪を背負わせ、身代わりとして十字架で死なせました。そして私たちに永遠の命を取り、
そういう感じなんだ。